はーい、タミーです。というわけで今回は私がタバコを吸わない理由をお話ししたいと思います。それではよろしくお願いします。まずですね、私の、生まれ育った家にはタバコを吸う人がいなかったんですね。父親、おじいちゃん、母親、おばあちゃん、誰もタバコを吸いませんでした。そんな家庭で育った私は、中学生の頃かな、年の近い兄と同じ部屋で、一部屋を、部屋の真ん中でですね、本棚で、仕切って、あとはベッドと勉強机を、それぞれ置いて、生活していました。そしてですね、ある時それまでしなかった、匂いがしてきたんですね。そうです、同じ部屋にいた兄がですね、タバコを吸い始めたんですね。まあ誰でもね、早かったら、タバコ吸う時期が来ると思いますが、急にですね、まあ、兄は、窓のところでもちろん、外に向かって吸っていたと思うんですが、まあ、タバコの煙はもちろんですね、部屋の中にも入ってきます。そして一度匂いがついたらもう取れないんですね。で、そうこうしているうちに、何年後かだったかな、兄はもう家を出てったんですね。そして兄はいなくなったんですが、タバコの匂いだけが残る部屋に私は一人で、生活することになりました。そうなんですね、もう部屋にタバコの匂いがついてしまったんですね。もうその匂いだけでも私は嫌だったんです。今だったらファブリーズとかの、ね、消臭対応をさすがにできたんではないかなと思いますが、当時はそんなことも考えずにもうそのまま過ごしていました。そしてですね、私高校何年生だったかなの時にですね、そのいた部屋の隣に、一応まあ客間として使ってない部屋、まあ言ってみれば荷物置き場みたいな部屋があったんですね。そしてまあ、ここを使おう、ここに移れば、やっとタバコの匂いからね、解放されるんじゃないかなと思いましたが、私は部屋をそちらに移動しました。ところがですね、その部屋は、なんと私がいた部屋と襖だけで仕切られたんですね。もう移ってから分かりましたが、タバコの匂いは襖だけで仕切られている部屋にはもうとっくに匂いがいってたんですね。というわけで私はそちらの部屋に、まあ、行って逃げたという感じなんですが、タバコの匂いからは逃げられませんでした。まあもうね、部屋は移ってしまったんで、まあそこであれは高校出るまでかな、私は過ごしましたね。そしてですね、タバコといえば、まあ、周りの友達ですね、まあ、中学高校の友達はもうやっぱりね、吸ってましたもんね、早くからね。ただ中には吸わない友達もいたんで、まあ、私はそのね、うちの一人なんですけど、やっぱり通学、朝の通学路とかまあ電車の中はもちろんね、吸いませんけどね、あの帰りのね、学校終わってからの通学路も友達と一緒にね、喋って帰るんで、結局タバコ吸ってると友達の横にいたら、もう思いっきり私は副流煙をね、吸うことになって、まあそんな高校時代でしたねそして大学になってからもかな、まあ友達はできましたが、その友達もタバコは吸ってる人はいましたね。そしてその
あと、もう北海道に来てからもですね、周りにはやっぱり、ね、タバコ吸う方が多いんですよね。そして就職もして、まあ職場もねいくつか変えましたけど、未だにやっぱり周りにタバコ吸う方が多いです。これは北海道あるらなんでしょうか。まあどうしようもないんでしょうかね。まあ、私はね空気がきれいな北海道、だと思って来ているので、なんでタバコ吸うのかなとは思うんですが、まあ、逆にねタバコ吸う方は、まあ、空気がきれいだから吸うのかなと思うんですけどね。まあ、都会ではねまあもうタバコ吸う場所がね少ないですからね。だからもう今ではというか、昔ねその中学高校時代タバコを吸っていた周りの友達 もう就職してからか結婚するかぐらいの、時期でタバコはみんなやめたようですね。まあ、都会は本当に、車通勤でもないし、もうだいたい電車バスで通勤しますし、あとはねもちろん歩きながらのタバコもダメな、ね、ところもだいたいありますもんね。だからタバコ吸うとなったら本当に車で、まあ、通勤あるいはねどっか行くとなったらその車か、あとは、まあ、家の中でしかねほぼ吸えないですもんね。まあ、北海道ではほぼ車通勤がね多いと思いますが、まあ、札幌の中心部車なしでね生活したり、通勤されてる方以外はもうほぼ車社会なんで、ね、地方の都市行ったりもさらにね農家地帯ですか、車なしでは生活できませんからね。まあ、逆に言うとタバコ吸う方にとってはそれがね天国だと思いますよね。まあ、通勤時間そして、ね、仕事中、まあ、その後プライベートの時間でもですねタバコはもう自由にねほぼ吸えますからね。まあ、吸えない場所ってどこなんですかね。お店とか、ね、禁煙のお店ぐらいですか。ですから私は北海道に来ても周りにタバコを吸う方が多くてびっくりしました。あとですね、勘違い、まあ、されないでほしいのは、私はタバコの匂い煙が嫌いなだけでタバコを吸う方が嫌いではないんですね。まあタバコを吸う方がタバコを吸っちゃうと、まあ、煙に匂いがついちゃうんで、まあ、そしたら私は近づかないんで。まあそんな感じです。というわけで今回の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。旅でした。またちゃんちゃかんちゃん、旅旅旅チャンネル、いてくれてありがとう。Ciao.